ポチタがいなくなった時があった。朝起きたらポチタはいなくて、街中を探しても見つからない。悪魔に食われちまったって思ったけど、家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていた。ほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてる。あいつはニャーコを悪魔に奪われて、どんな気持ちで眠ってたんだろう。